夢の中で羽を持つ女性という作品です。白黒のイメージがあると思うんですけれども、絵のライン、これが、この黒いラインというのが切り残した部分になりますので、作り方としては一応切り絵です。でこの色のある部分は、その切り残したラインの、裏側から色の紙を貼り付けて、その色の紙自体も、自分で、オリジナルの色で塗ったこう紙を使っています。女性のこの絵のラインからずっと上のこの丸いシャボン玉のようなこの部分までこう切りつなげていって、切り絵にしているんですけど、でこのバックのこのしわべちゃっとなっているこの後ろの部分はまた別の紙で、これは半紙を書道で使う半紙ですけど、それをしわくちゃにしてアクリル絵の具で、赤とか緑とか、いろんな色を混ぜて作ってるんですけども、結構あれもいろんな種類があるんですけど、ちょっと色の入ったなんとなく高級な半紙です。僕たち日本人がこうアート作品を作るときに、もうこの2000年代に至ってはどうしてもこう西洋絵画からのなんか呪縛からは絶対逃れられない中で、我々日本人が日本人らしい作品を作るとなると、極端な輪に行ってしまうのも違うと思うんですね。アメリカ映画も大好きやし、日本映画も大好きやし、食べ物にしても和食も洋食も何もかも音楽もひっくるめて、いいものはいいものでこう、栄養分として取り入れる中で、海外の人にはやっぱりこう真似できない領域みたいなものをアピールするしたいなと思う中で、こう半紙を使いました。絶対日本の画材屋さんに行かないと手に入らないような、ちょっとね上質な半紙で、半紙ってね絵の具で色を塗るとすごい吸うんですね。初めてそれを知りました。変な感じでしたね。普段使っているアクリル絵の具を半紙に塗るとたっぷり吸い取るので、ちょっとねびっくりしました。でもその代わりこう僕がこう出したかった質感みたいなものはしっかり出せたので、なんか艶消しのようでちょっとツヤもあるみたいな独特の風合いが出せたのでね、非常に気に入っております。でこちらの作品も、販売しておりますので、ぜひ興味ある方は、お問い合わせください。